はい、最初です。もう一般的に、体の秘密は可能性楽しく紹介しようと思っております。はい、でも、出ますけども、中殿筋トレーニングの落とし穴について、紹介しようと思っております。まあ、中殿筋ってね、骨盤を安定させるために非常に大事な筋肉で、まあ、すごくね、鍛えられることが最近は結構多いかなと思うんですけども、この筋肉をガンガントレーニングした時に出てくる落とし穴があります。まあ、今回ですね、この落とし穴をうまく認識して、それをケアすることでそのデメリットを消そうじゃないかっていうことですね、やっていこうと思っておりますので、最後見ていただければと思っております。はいですね、やっていくんですけども、じゃあ中殿筋のトレーニングの落とし穴って何かというとですね、ズバリ、股関節の認識が悪くなるってことです。股関節ね、大腿骨頭が、骨盤のね、関節のところにこうカポッてはまるところがあって、まあ、くりくり動くところなんですね。で、股関節どこですかって言うときに指でね、ポンで触って、あ、ここですよってちゃんとね、わかる人はいいんですけども、これがですね、中殿筋がこうガン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 力んでくるとですね、ここの感覚が高まりすぎてですね、股関節がよくわからなくなるという現象が、まあまあ起こります。はい。で、現象してどうなるかというと、踏ん張るときに股関節に体重をこう乗せたいのに、中殿筋がずれるってことが結構起こります。まあ、チェックとしてはですね、立った状態でね、もも上げとかしてもらったときに、体重を支えるラインが、こう内もものラインですね。で、支えられる人は、まあ、比較的股関節の場所、まあまあ間違ってないんですけども、中殿筋の感覚が強くなりすぎると、外で支える感覚が、外側で支えている感覚が強くなったりします。まあ、こうなると、スピードがね、遅くなったりとか、走るときにスピードが落ちたりとかね、ボール蹴るときの軸足が不安定になったりとか、うまくね、パンチ力出なかったりとか、いろんなデメリットが出てしまいますので、中殿筋の筋力は大事なんですけども、中殿筋の感覚に引っ張られて、股関節の意識が消えてしまうっていうのは大問題だっていうね、ここをしっかりと理解していただければと思います。はい、そうですね。実際にね、何やっていけばいいかというと、まずは、中殿筋を緩めることから始めていただきます。まあ、中殿筋のトレーニングを一生懸命やってると、どうしても疲労が溜まって硬くなってきます。で、硬くなってくると、そこの感覚にね、どん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 持ってかれて股関節わかりにくくなるので、まずは中殿筋を緩めることからやっていただきます。やり方なんですけども、中殿筋のポンプストレッチをやっていきます。まずですね、足を、クロスします。クロスして立てます。こんな感じですね。で、この立てた足を、立てた膝を、反対側の肘でこう巻き込むように掴みます。掴んだら、この膝を胸ですね、胸方向に引き寄せてください。でこっちの手はサポートで、こうちょっと一緒にこう胸に引き付ける方向にぐーっと寄せてください。まあ、このタイミング、これでもね、十分中殿筋が伸びるかなと思います。で、ここからね、さらに伸ばしたい方は、この残ってる下側の足ですね、ここで、この足を股関節を外旋方向に持っていきます。まあ、こういう感じです。こういうふうにグッと持っていきます。まあ、そうすると、より中殿筋が伸びる形になります。この状態でもう一回胸にぐーっと引き付けてあげると、しっかり伸びる形になります。で、伸びたなと思ったら、ある程度解放します。よくね、持続的に伸ばしましょうっていう話があるんですけど、あんまりね、引っ張り続けないようにしてください。なぜかというと、引っ張ってる間っていうのは筋肉がね、こう収縮してるんですよ。ぎゅーっと引っ張られないように。でその後で、力を抜くと、緩むって反応が起こります。よくね、神経的な一尾抑制で緩めるっていうのを持続的にやりましょうっていうのもあるんですけども、神経的なのを期待してやると、結構ね、怪我したりとか、引っ張りすぎて怪我したりするので、基本的にはね、関節経験の解放とか、血流系、水分の移動を狙った方がやりやすいかなというふうに、個人的には思っています。まあ、膝かけて、胸に近づける、手で近づける、股関節外旋方向に持っていく。ですね。で、より伸ばします。ぎゅーって伸ばす。で、ずーっと持続的にやりすぎないようにして、ある程度引っ張ったら、もうすぐ解放してしまう。で、また次の足行くみたいな感じで、こうどん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 ですね、交互にやっていただく方がうまくいきます。こういう感じですね。ぎゅーって引っ張って、解放する。で、また反対側。足組んで、引っ掛けて、胸に引きつける、引きつけて、外旋方向に持っていく。で、これをどん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 繰り返してくださいねっていう形になります。こういう感じですね。よいしょ。はい、いきましたね。で、これでもね、ある程度、中殿に緩むので、股関節掴みやすくなるんですけども、まあ、最後にですね、
股関節の正しい位置の認識を再度、学習し直してください。まあ、股関節自身ですね、一応動画でもね、何回も紹介している動画に、やり方になるんですけども、膝立ちから股関節に体重を乗せて反対の足を出します。股関節に体重を乗せて反対の足を出します。NG は中殿筋に乗せて出すやり方ですね。中殿筋に乗せて出すやり方はですね、股関節に体重が乗ってない動きになってしまいますので、中殿筋は使うんですけども、中殿筋に体重を預けるんじゃなくて、あくまでも体重を乗せるのは股関節。中殿筋は、骨盤の安定に使うとかですね、中殿筋に体重を乗せないようにして、股関節に体重を乗せて出す。股関節乗せて出す。股関節乗せて出す。股関節乗せて出す。というのを繰り返してください。で、ラスト、最後ですね、立っていただいて、もう一回ね、足上げてもらった時の、外にずれる感覚ですね。外軸で支える感覚から、内のね、ラインでちゃんと股関節の認識ができる感覚で支えることができてれば、それで、OK! という形になります。はい、いかがでしょうか。中殿筋自体はね、すごく大事な筋肉で、筋力もすごく大事なので、筋トレも大切です。ただですね、その筋トレだけやってると、こういったね、股関節の感覚を見失ってしまって、軸がね、外側にこう、ぶれるような体になりやすいってね、まあ、ちょっとした落とし穴ありますので、ここをね、ちゃんとケアするように、うまくね、中殿筋のケアをうまく使ったりとか、股関節の認識を高めたりとか、うまいことね、折り合いをつけてやっていただければと思っております。はい、ではね、今回はね、プレスさせておこうと思っております。全部捨てたいですね。X や Instagram やってますので、チェックフォローよろしくお願いいたします。まずはオンラインスクールも営業してますので、体の秘密でもっと詳しく知りたい方は画面貼ってますので、また覗いてみてください。またこういったね、マニアックな体のこと、好きな方はですね、一度、ゆるむ整体院でご予約もしていただければと思っています。大阪にありますのでね、ちょっと遠方の方も、まあ、ちょっと多いと思いますが、まあね、一度いらしていただければと思っております。ありがとうございます。以上です。まず最後までご視聴ありがとうございました。